皆さんこんにちは。松阪市行政情報番組アイウェーブ松阪です。さて皆さんは放課後児童クラブをご存知でしょうか。放課後児童クラブとは、放課後に保護者が仕事などで家庭にいない児童を安心して過ごせるよう保育する場所のことを言います。現在放課後児童クラブではスタッフを募集しています。募集している放課後児童クラブはご覧の通りとなっています。主な業務内容として児童の保育、見守りなどが主な業務となっており、幅広い年齢層の方にご活躍いただいています。放課後児童支援員の資格を持っている方はもちろん、資格を持っていない方でもご活躍いただけます。子どもたちの成長する姿にとてもやりがいを感じ、子どもと一緒に元気に過ごしていただける方、ぜひ働いてみませんか。詳細については障害学習課までお問い合わせください。子どもたちと過ごすのが好きな方、ぜひ応募をご検討ください。それでは今回のラインナップです。子どもたちにマイナンバー制度を理解してもらおうと、キッズマイナンバー教室が開かれました。松阪市公式インスタグラム企画、高校生がインスタを乗っ取るが指導し、市内5つの高校の写真部などの代表者たちがエーナー松阪 PR 大使に任命されました。松阪市の国際交流員である郡ダニエル・ハウエルさんが退任することとなり、郡さんのこれまでの活動を振り返ります。